韓国で14年ぶりに大型輸送艦が就役したというニュースが入ってきました。今回はこの馬良島輸送艦について見ていきたいと思います。にしても、この輸送艦は F-35 戦闘機の整備に使うのでしょうか。F-35 をアメリカ本土まで運ぶために作ったのでしょうか。2021年6月28日、韓国の慶南省道において、独特級強襲揚陸艦の2番艦であり、現在の最大の排水量を持つ馬良島の就役の祝賀式典が行われたと報道されました。1番艦であり、ネームシップのドクトの就役から14年が経過しています。少し大型化された馬良島は、基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4M、全幅 31.4M というサイズになっているそうです。送還に必要な乗組員の数は、ドクトではおよそ450名と言われていましたが、今回の馬良島は約330名とされています。数にはかなり開きがありますが、14年という年月が消費と化を推進させたのかもしれませんが、確証はありません。もともと、ドクトの最大速力は約22ノット程度であり、これより大型な海事の出雲、加賀の約30ノットよりも低速でしたが、スピードについては大きな変更はないようです。強襲揚陸艦としての機能については、馬良島も、ドクトと同様、艦尾部分のウェルドッグに、ホバークラフト型の国産レスヒー型エアクッション型揚陸艇が2隻収容できることになっています。このレスヒー型エアクッション型揚陸艇ですが、アメリカや日本が採用している L 客1級エアクッション型揚陸艇と同じレベルの輸送能力を持つと言われ、ライセンス生産版と見られています。韓国は、ルスヒー型エアクッション型揚陸艇をソルゲ型と呼んでいて、満載排水量155トン、全長 27.9M、全幅 14.6M、計1戦車や計55次走砲等の大型戦闘車両を積載できるようになっています。また、全通式の飛行甲板には、発着用スポットが5カ所設置されていて、海軍や海兵隊の保有するヘリは言うまでもなく、場合によっては、陸軍が運用する大型ヘリコプターの受け入れも視野に入れたものとみられています。一時期、韓国は、この馬良島を含む、独特級輸送艦に、短距離離陸、垂直着陸ができる第5世代戦闘機、F-35 ライトニング 2B 型を運用させる可能性も匂わせていたのですが、実現はされていません。とはいうものの、アメリカ海兵隊の主力輸送機である MV-22 オスプレイには対応していますし、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として、周辺有事の際には使用されるのではないかと推測されているようです。こういったアメリカ軍との連携強化につながる事態に関しては、韓国のマスコミの論調は、いたずらに中国を刺激することは避けるべきではないかというものが、多数見られているようです。ここら、あたりが、日本との違いとも考えられますね。つまり、アメリカは、朝鮮半島や台湾海峡有事の場合、中国を仮想敵国とした、軍事的な枠組みを作っていますから、その中に、自動的に、韓国が組み込まれてしまう、危険性を危惧していると言えましょう。最近は、中国との距離が近くなっているようにも見られる韓国ですから、中国への気遣いというわけでしょうね。イギリスで出版されているジェーン海軍年鑑は、各国の艦艇のデータを載せていることで、世界的に有名な年鑑ですね。有名な軍事評論家が、この年鑑を愛読していたというエピソードがありましたが、現在も、
貴重な資料として扱われているようです。この全海軍年鑑の中ではドクト級をドック型輸送揚陸艦と分類定義していますが、韓国のマスコミではおおむね大型輸送艦と呼んでいて、この点にも中国への配慮が滲んでいるようです。現在の文政権は馬良島島のドクト級輸送艦の運用ノウハウを土台に、今後韓国は3万トンを超える軽空母の建造を目指す方向を打ち出しましたが、こういった艦艇もかつては新型大型輸送艦と呼ばれていたのです。日本の場合、このような政治的な配慮は自衛隊は軍隊ではないから攻撃兵器を持つことは認められないという建前に沿ったものですが、隣国の日韓両国が空母保有を公式に明示していることは奇遇と言うべきなのか、興味深い事実ではあります。日本の場合は、中国に対する尖閣諸島など南西諸島防衛の必要性があり、出雲、や加護を航空母艦に改修する方向に舵を切ったとも言えるのですが、韓国は、日本が空母を保有することを最大の理由に、自分たちも空母を持とうとしているようにも感じられるのです。ただし、韓国のドクト級輸送艦は、イギリス本国において、かつて、インビンシブル級航空母艦建造に携わった、BAE 系列企業の支援を受けて行われていますから、その意味では、空母技術の部分的移転をすでに受けているとも言えるかもしれません。また、現在、文政権が打ち出している軽空母計画ですが、その中に、イギリスのバブコックインターナショナル社が加わると見る向きもあります。この企業は、イギリスが誇るクイーン・エリザベス級航空母艦の建造に加わった企業なのです。クイーン・エリザベスは、現在極東方面に航海しながら、各地で合同軍事演習等を行っています。女王艦は、韓国に寄港する可能性もあるらしく、イギリスが韓国空母計画に関与する公算は、かなり大きいようですね。馬良島に話を戻しますが、ドクトから14年も経過したこともあって、兵装は刷新されています。この点が最も異なる部分と見てよいでしょう。具体的には、近接防御用火器として、ドクトには、オランダ製の 30mm バルカン砲ゴールキーパー2機がありましたが、馬良島では、アメリカの 20mm バルカン砲 CWIS2 機に変更されました。近接防空ミサイルも、ドクトは、アメリカドイツ共同開発のリム116が1機でしたが、馬良島では、KVLS から、海弓を運用する国産品に変更されていて、防空能力を向上させていると見られます。韓国で14年ぶりに馬良島、マラドという大型の輸送艦が就役した。F-35 戦闘機整備に使うのか、アメリカ本土まで運ぶために建造したのかは不明だが、これらの真実を探ろうと思う。時は、まだ先日のことである2021年。6月28日、韓国の慶尚南道、京山南道の守る海、地内において、ドクト級強襲揚陸艦の2番艦の同国海軍において、最大の排水量を持つと言われている、馬良島の就役式典のお祝いが行われたと、韓国メディアで報じられた。韓国海軍1番艦である、ドクトの就役から14年も経過しており、多少拡大された馬良島は、基準排水量 14,500 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルの大きさというのが分かっている。そして、総艦に必要な乗組人数は、ドクトでは約450名とされていたが、今回の馬良島では約330名と記載されており、かなり人員を削減して、14年の歳月が、消費と化を推進させたのか否かは、
定かではないが、このデータを今は信じるしかない。元来、ドクトも最大速力は約22ノット程度と謳っており、これよりも大型な海上自衛隊の出雲、加賀の約30ノットよりも低速ではあるのだが、これに関しては今のところ大きな変更はないということだ。強襲揚陸艦としての機能は、ウマラ島もドクトともほぼ同程であり、艦尾部分のウェルドッグに、ホバークラフト型である、国産のルスヒー型やクッション型揚陸艇を2隻収容できることになっている。日本側にフォーカスを当てると、中国による尖閣諸島など、南西諸島の防衛の必要性が、出雲、加賀の航空母艦回収に、舵を切らせたのだが、韓国は、これを、日本の空母保有を、最大の理由にしていると言っている。そして、韓国側からしてみると、ドクト級に関しては、イギリス本国で、かつてのインビンシブル級航空母艦の建造に携わった、BAE 系列企業の支援を仰いで行われており、そういった意味では、すでに、空母技術の、部分的な移転を受けたものとも言ってもおかしくない。現在のところ、プンザイトラ政権が打ち出している軽空母計画の内容として、クイーン・エリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのパブコック・インターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めている。昨今、極東方面に向かって、各地で合同軍事演習等を行いながら航海しているクイーン・エリザベスに関しても、韓国に寄港するという可能性があると示唆されており、イギリスが関与する公算は大きいだろう。ここで話をウマラ島に戻すが、ドクトの一番艦が就役してから14年もの歳月を経たということもあり、搭載している固艦防御用の兵装が刷新されている点は、両艦の最も異なる部分だと見てよいだろう。